と小さなきっかけだけでも人生ってめちゃくちゃ変わりますよっていう話です。で、これどういうことかっていうと、僕の昔の話でもあるんですけど、もともと僕は本当に自分の人生にもう自信なんて全然ない人でした。で、その頃っていうのは、初めてインターンシップを始めたばっかの頃だったんですけど、山手線の電車に乗って朝ですね。で、それでもうめちゃくちゃ満員なんですよ。で、スーツ着てて暑いし、みたいな。で、なんか眠たいし、みたいな。で、それで満員電車で消耗して、それでやっとこう会社のオフィス着くみたいな。で、会社のオフィス着いたら、まぁちょっとなんか汗ばんでて、気持ち悪いなと思いつつも、いやでもこれが、まぁこういったものが社会人なのかみたいな、こういったものが人生なのかと思って、で、会社でこう PC 分けてこう作業とかしていたんですね。で、作業していたんですけど、まぁその頃の僕ってのはノースキルだったので、もう営業職だったんですよ。で、営業していたんですけど、本当にもう当時は、まぁ思考停止していたっていうのもあるし、自信も全然なかったし、全然勉強とかもしていなかったので、もう営業成績なんて一切出なかったんですね。で、出なくてもう上司に怒られて、で、上司に怒られながら、本当にもう典型的ななんかダメサラリーマンみたいな感じなんですけど、毎週金曜日の夜ですね、同僚の友達と飲みに行って、それで会社の愚痴を言うみたいな。本当もう絵に描いた、本当にダメリーマンみたいな生活をしてました。でもその当時の僕っていうのは、いやなんかそんな感じの生活をしながらも、いやでも自分はやっぱ才能とかセンスもないし、こういう人生を受け入れていくしかないんだろうなっていう、まあそういうふうに思っていたんですね。で、そんな風に、まあ半分諦めながらもそういう生活を繰り返していたんですけど、まあでもやっぱりそこから徐々に行動していって、まあ変化をしていったんですね。で、新しい人に会ってみるとか、あとなんか時間作ってちょっと尊敬する人に会いに行くとか、あとはそれこそなんか起業家とかそういったなんかビジネス系のイベントに参加してみるとか、で、そういうのをやっているうちに徐々にその自分の周りに、まあいわゆるそのすごい友人みたいな、あ、この友人すごいなみたいな、いや自分全然雑魚でこの友人なんでこんなすごいんだろうみたいな、追いつける気しないなみたいな、そういう友人がどんどん増えていったんですね。で、そういった友人が増えながら、そうするとその自分よりもレベル高い友人と、まあ一緒に過ごす時間が増えるじゃないですか。で、それこそ一緒に飲みに行ったりとか、一緒にご飯食べて話し合ったりみたいな。まあそういうことをしているうちに、まあある時にっていうかこう徐々に変わっていくんですね。その自分のマインドっていうのが。で、どういうふうに変わるかっていうと、あれもしかしたらなんか自分もできるかもしれないな、みたいな。レベルの高い人と一緒にいると、本当は友人のレベルここ、自分のレベルここなんですけど、徐々にまあなんかこんな感じになってんじゃないかみたいな、錯覚してくるんですね。で、これ完全に錯覚なんですけど、でも錯覚したことによって、ちょっとその自信が出たりとか、もうちょいやってみようみたいな、そういう気持ちが生まれます。で、そういった気持ちが生まれて、で、僕はそっから、ほんとプログラミングとかブログとかアフィレとかいろいろやってみたんですね。で、いろいろやっていった結果、まあ僕はもう営業とかよりもプログラミングとかマーケティングとかブログアフィレとか、まあそっちの方が、まあ全然向いているっていうことは気づいて、まあしかもそっちの方が楽しかったしみたいな。で、そこを続けていったら徐々に稼げるようになって、で、ちょっと本当に最初月3000円とかだったかな。3000円稼いだ時もめちゃくちゃ嬉しくて、で、それこそアフィレートで月5万稼いだ時なんて、もう本当飛び跳ねるじゃないですけど、本当にもう大きく人生変わったと思ってます。で、月5万ってめちゃくちゃしょぼいんですけど、しょぼいけど、でも自分で稼いだ月5万って本当に大きな自信につながるんですね。で、友人に月5万とかって言ったら、いや、バイトでよくねみたいに言われたんですけど、いや、そんなことなくて、自分で稼ぐ月5万、それは大きな自信につながるし、で、場合によっては、いや、なんか自分で月5万稼げるし、いや、会社辞めてもいけんじゃねみたいな。まあ、当時の僕、まあ、アホだったんですけど、そういうふうにも思っていたんですね。で、いざそんな風に思いながらも、その後今就職をして、で、その後今会社も辞めてるんですけど、辞めてる時もやっぱり副収入、当時本当に月5万ぐらいだったんですけど、まあそれがあったことによって本当に勇気と自信が生まれたというか、まあこれは本当に間違いないと思っています。だからこれ動画見てる皆さんも、もしかしたら今副収入0円の方も多いと思います。でも0円だったとしても今年1年頑張るじゃないですか。で、頑張って仮に、じゃあ月1万円、月2万円、もしくは月5万とか今年1年でいけたら本当に劇的に2021年で変わると思います。で、そういった人生が変わる小さなきっかけっていうのは、ぶっちゃけ多分僕の動画じゃ難しいと思うんですけど、僕の動画で今回5つの要素を話したじゃないですか。で、5つの要素で、まあできたらもう1個、2個、3個、まあ5個全部実行するのは難しいかもしれないんですけど、まあ1つか2つ、3つぐらい実行していただけたら、本当に大きく変わっていくと思うので、ぜひやっていただけると嬉しいなと思っています。で、プラスアルファで僕自身は、まあこういった動画を撮りながら何が一番楽しいかっていうと、やっぱりその成果報告してくださる方がいるとすごい嬉しいんですね。まあだからこの動画、ここまで見てくださった方にちょっとお願いがあるんですけど、まあこれから1年走るじゃないですか。で、走った後に1年後に結構成果出ていたら、僕にぜひ成果報告してください。僕のツイッターのダイレクトメッセージですね。まあインスタでもいいです。
そこから、成果報告してください。で、成果報告して、僕はそういった、成果出した人とどんどん仲間とかを増やしていきたいと思っていて、まあ、それで、まあ、一緒にビジネスを作るでもいいですし、まあ、僕、タイに住んでいるので、まあ、タイで、まあ、一緒に酒飲むでもいいですし、まあ、そんな感じの仲間が増えていけばいいなっていうふうに思ってます。はい、という感じで、今回、2021年の人生を変える行動というテーマで話していきました。でも、参考になったら、いいねボタンとか、あとコメントも嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。